私は今から四国の最東端鴨田岬に行きます。今徳島市なんですけどね、徳島県そのものがまず四国の中では一番東側ですよね。さらにその一番突き出た東の先端に行こうと思っています。じゃあ行ってきます。今ずっとね川沿いをね走ってます。車はなんていう川かちょっとわからないんですけど、県道24号です。海が見えてきました。ここからはずっと海沿いです。目的地は右側です。お疲れ様でした。じゃあ行ってきますね。ここにね、道がついてます。あね、鴨田岬の灯台が見えました。階段がずっとね、ついててね、あそこ上がっていかなきゃいけないみたいです。お不動産がありますよ。海上安全のお守りでしょうかね。灯台へと続く階段です。結構な段数がありますね。それにちょっと急ですよ。じゃあ頑張って登っていきましょう。わかるかな、急だということが。じゃあ行きます。それだけ景色がね、こうぐんぐん 高くなっていくんでね、よく見えると思います。だいぶね、こんな感じですよ。結構急です。それでもまあ、なんだろう、手すりもしっかりついてるし、で、足元そんなにね、ガタガタして階段じゃないのでね、ちゃんとした靴でさえあればそんなに危なくないと思います。半分は過ぎましたね。振り返ってみましょうか。結構な高さがありますね。ちょっと息が切れてます。もうすぐです。こんな感じです。着です。鴨田岬灯台。いい景色。汗かきました。私は今徳島県の最東端、鴨田岬に来ています。四国はね、島ですから
ちょうど東西南北どこも海に面してますよね。その徳島県っていうのは一番東側にある県なんですけど、さらにその一番東の端っこです。この方向が、ちょうどねこうですね。私の一番背後が東側です。こういう感じですね。ちょうど島が見えてますよね。あの島のちょっと右側あたりが、東になるんでしょうかね。地図を見ていただいたら分かると思うんですけども、瀬戸内海あるじゃないですか。で、瀬戸内海と太平洋の境目、まさにねここの場所は、瀬戸内海の起点となる場所なのです。なので ここからこっち側が瀬戸内海、こっち側が太平洋ってことになります。ちょうど本当にその境目に私はいるんです。こっち側がね真東を向いてます。わかるかな。ちょっと石が削れて分かりにくいんですけど、この方角が真東です。こんな風にねぐるりとね、見晴らしがいいんですよ。で、あそこに灯台があって、少しね寒くなってきたんでまた上を来ました。じゃあ今から鴨田岬灯台、ちょっとあそこ階段上がっていきたいと思います。足元ね少し気をつけないとダメです。ここは階段になってないんです。石のところを降りていく感じです。灯台に上がります。階段降ります。鴨田岬灯台に